地飛行隊に与えられた名称です。日本で唯一アクロバット飛行を専門とするブルーインパルス、1960年昭和35年に静岡県浜松基地に造成されました。その後1978年ホームベース松島基地に移し飛行訓練を行っています。飛行隊長伊藤君さん、福田哲夫の音、全国各地の航空祭やイベントで実行を行っています。1964年の東京オリンピック開会式を皮切りに、1998年には長野オリンピックの開会式、2002年ワールドカップサッカー大会では日本代表の初戦において実行を行いました。また2002年では航空自衛隊で行われる航空祭のほか、国民体育大会の開会式、北海道新幹線開業に伴う祝賀飛行など全国各地で行われる様々なイベントに参加し、この世界に飛行をしてきました。
から大きな春風体型のスピーディーな体型変換を行います。
3番機が背面移行となりました。
タイミングに合わせて全キャッチ競輪大競輪を行います。さあ、綺麗なるでしょうか。あっ。